あるスイーリーやスポーツクラブはカタールドーハに本拠地を置くプロサッカークラブカタールスターズリーグ所属ホームスタジアムアフメドビンアリースタジアムとハマドビンハリーファスタジアム1995年10月10日にあるカーディシース SC として設立された QSL 初昇格を果たした2003年に現在のあるスイーリーやに改名した 2005から06シーズンに QSL で再開となって降格したが2007から08シーズンに再昇格2010から11シーズンに12チーム中11位となり入れ替え戦に敗れて再び降格したが翌年再昇格2012から13シーズンで再開に終わるも QSL を14チームに拡大するという決定により降格を免れた以後 QSL への残留を続けている。2018から19シーズンにリーグ3位となり、クラブ史上初めて AFC チャンピオンズリーグ2020のプレーオフラウンドに進出したが、シャフリホドロ FC に PK 戦の末破れ、本戦出場はならなかった。1995年に建てられたあるスイリーやスタジアムは6万平方メートルの広さで1500人。 収容可能なサッカー場、二つのトレーニング場、広衣室、管理事務所、その他の管理棟を備える。しかし、その容量と設備が不十分なため、クラブは頻繁にハマドビン・ハリーファ・スタジアムをホームスタジアムとして使用している。ありがとうございます。